今回はスケルトンをメッシュにバインドした後でスケルトンを分割する方法というのをご紹介します。サンプルシーンにはすでにメッシュに対してスケルトンが組み込まれてバインドされています。スケルトンを動かしてみるとメッシュも動く状態のシーン、こういったシーンになっています。 このような状態でスケルトンをさらに細かく分割してみたいと思います。もしこのように IK の設定が組み込まれているようであれば、あらかじめ IK の設定というのは除去しておいてください。すでに組み込まれている IK を除去するには、セットアップモードへと入り、アイテムリストから、このフルボディ IK ですね。 こちらのアイテムを選択し、セットアップパレットのインバースキネマティクス、こちらのタブにある IK 除去のボタン、こちらをクリックします。これで IK の設定っていうのは取り除かれましたので、あとは不要になったこのゴールアイテム、こちらを削除しておいてください。それでは、セットアップモードで分割したいスケルトン、 今回はそうですね、このこちらのスケルトンを2つに分割してみたいと思います。こちらのスケルトンを選択したら、スケルトンツールを起動します。設定タブの中にあるスケルトンツールですね。こちらを起動すると、このように、ジョイント部分が青く表示されるようになります。通常であれば、この 青いところをクリックしてドラッグすると位置などの編集ができるんですが今回は編集するのではなくてスケルトンを分割したいですのでそういった場合にはこのスケルトンを描画のところのモードですねこれが追加になっているのを挿入へと切り替えます挿入へと切り替えたら分割したいスケルトンのジョイント部分今回の場合はここですねこの部分の ジョイントのところの水色のマーク。これをクリックします。そうするとピッと2つにスケルトンが分割されるようになります。ではツールを解除し、セットアップモードを抜けて実際に動かしてみたいと思います。こちらのスケルトンですね。分割した元の方のスケルトンを選択して動かしてみると、一見きちんと動いているように見えるんですが、 こちらの分割して新たに生成されたスケルトン。こちらを選択して動かしてみると、メッシュがきちんとついてきてくれません。これは、この分割して増えたスケルトンに対して、メッシュがバインドされていないからです。スケルトンがメッシュにバインドされているという状態というのは、どういった設定が行われているのかというのを細かく見ていきましょう。 では、スケマティックビュー、こちらを持ってきて、このスケルトンですね。こちらをスケマティックビューへと追加します。追加したら、接続を確認してみたいと思います。そうすると、このスケルトンっていうのは、汎用インフルエンスですね。こういったノードに接続されているのがわかります。このインフルエンス、 っていうのは、メッシュが変形する際に、どのアイテムによって変形がコントロールされているのか、また、メッシュのどこの部分に対して変形を行うのか、といった詳細をコントロールするためのものになっています。スケルトンとメッシュというのをバインドすると、自動的にスケルトンに対して対応するインフルエンスというのが生成されて、変形をコントロールするようになります。 今回スケルトンを分割した際に新たに生成されたこちら。こちらのスケルトンというのは、このインフルエンスですね。このインフルエンスが全く接続されていないので、メッシュの変形を行っていない状態となっています。ですので、この場合にはインフルエンスの設定を手動で行うようにします。スケマティックの追加。こちらから、 デフォーマーのカテゴリーのインフルエンスの中にあるえ、ジェネラルインフルエンスですね。こちらを追加します。追加したインフルエンスと、え分割して新たに生成されたスケルトン、これを関連付けるため、スケルトンをインフルエンスのエフェクターへと接続します。このインフルエンス、こちらのプロパティを見てみると、 影響範囲のタイプ。これが指定できるようになっています。デフォルトでは、こちらメッシュ全体になっていますので、これをウェイトマップへと変更しておきます。さらに、デフォーマーのタブ。デフォーマーのタブが出てきてないときには、このアイテムリストとかが表示されている、ここのタブですね。ここの三角ボタンから新規タブ。 データリストの中にあるデフォーマーリストですね。こちらでパネルを追加しておきます。そうすると今追加したこのトランスフォーム、これがデフォーマーにポコッと出てきているので、これを他のスケルトンと合わせて正規化するようにノーマライジングフォルダの中に突っ込んでおきます。これでまあほぼほぼ完成なんですけれども、この状態だとまだ 影響範囲を表すウェイトマップというのが指定されていません。ですので、ここで分割したスケルトン用にウェイトマップを作成します。ではですね、まず、このリストタブのところからウェイトマップ、これを開いて、新規でウェイトマップを1個作ります。こんな形でウェイトマップを作ったら、元となる これがスケルトンジョイント2ですね。これのウェイトマップが、このスケルトンジョイント2のウェイトマップになりますので、こちらをコピーし、先ほど作ったこのウェイトですね。このウェイトマップへと貼り付けます。貼り付けたら、この追加した汎用インフルエンスのウェイトマップ。ここにウェイト。新たに作成したこのウェイトマップ。こちらを設定しておきます。 では、実際にセットアップモードを抜けて、動きを確認してみます。こちらですね。今、ウェイトマップまで設定したので、こちらを実際に動かしてみるとどうなるかというと、こんな形で、一応動くようにはなったんですけれども、影響範囲が、この分割する前のものと、 重なり合っているので、綺麗に変形させるということができていません。なので、このウェイトを最後に調整していきます。えまずは、この分割後のスケルトンですね。こちらのウェイトマップに対して、このスケルトンで変形させたい箇所。まあいたい、 ここぐらいで OK かと思うんですけれども、ここまで影響範囲を指定したいという箇所のポリゴンを選択しておきます。この選択箇所以外のウェイト、これを消去するために、セットアップパレットのウェイトですね。このタブにあるウェイトを分離。こちらをクリックします。そうすると、この今選択されているとこ以外のウェイトというのがなくなります。 同様に、こちら。こちらも余計なところにウェイトが残っているようですので、このスケルトンの影響範囲となるポリゴン。これを選択したら、ウェイトを分離。これで選択範囲以外のところにあるウェイトっていうのを消してしまいます。そうすると、先ほどよりも、 より綺麗に変形できるようになったかと思います。えただえ、このウェイトの推移というのが急激で、メッシュの変形具合があまりにもこう、激しく、いきなりこうガクッと曲がっちゃうようであれば、この2つのスケルトンの間のポリゴンですね。例えば、ここら辺。 ここら辺のポリゴンを選択して、選択スムーズ。こちらを実行してみます。そうすると、ウェイトのかかり具合というのがより緩やかになりますので、先ほどよりも変形具合が自然な形になるかと思います。このような感じでですね、まずはエスケルトンを分割。 分割したら、インフルエンスを手動で追加し、接続を行って、最後にウェイトの調整を行うという手順で、スケルトンの分割を行うことが可能になります。